トルガロの久しぶりにギアの話したんだけど、もうスイングばっかり飽きた。もう俺のお箱18番、ギアの話。もうやりたいの？やりたい。やりたいっていうか、うん。うん、やりたいね。やりたい。うん、じゃあもうやって。いいの？いいの、やって。やんの後見ない。やってよ。終わりで。平井博明の。ワンナップゴルフ。これ G シリーズはもうほぼほぼ買えない予定です、うん、もうめっちゃ気に入ってるんで。あ、そう。優しい、上がる、捕まる、うん、飛ぶ。これ好きでしょ、このフレーズ。大好き。皆さんね、大好き、うん、まあ、シャフトで飛ぶとか飛ばないとか。そこの話をしたくて、うん、あらら、この動画を撮りました。あらららら、いつもトールくんはフライング。そう、フライング。そう、いや、ヘッドで飛ぶ飛ばない決まりそうじゃん。だから今そういう話だ。これ打ち合わせしてないから全部言っちゃうの。そうだ、全部先言っちゃうの。そう、デメリット。デメリットね。そう、理解が早すぎて。そう、察しちゃうから。そう、そう、今そのトールくんから飛ぶとか、うん、まあ、ヘッドで飛ぶとかシャフトで飛ぶとかいろいろあったと思うんですけど、ボールのスピンとか、うん、シャフトのしなりとか、まあ、弾きとか、グリップの良さとかっていろいろあると思うんですよ。これって何に対して言ってるか分かります？何に対してっていう僕の言い方もあれなんですけど、フルスイングに対して言ってるんですよ、ほとんど、うん、これ曲げないように多少打ってたり、力出力を緩めて、うん、そのギアの判断ってできないんですよ。あ、要は自分の限界、パワーの限界に対してのギアだったりもするんですよね。例えばこのシャフトをこうやって打つのと、こうやって打つので何も変わらないじゃないですか、今の2球。そう、あれじゃ別にどんなシャフトだって一緒なんですよ。初めてしっかりしたスピードで振って、うん、自分のパワーの8割9割で振って、うん、じゃあそのシャフトは自分に対して飛びますね、飛びませんね、弾きますね、粘りますねとかっていう答えになるだけなんですよ。例えばアプローチもそう、ボール、ウェッジの溝とかもそうなんですけど、うん、ウェッジのアプローチなんかは短いアプローチはすごく重要になるけども、でも例えばそれが50ヤードとか70ヤードになると余計に判断がつきやすい。でもただ変な話、ここのチップショットでパンってやってたら、うん、まあ変な話、そこそこのボールでも最高級のボールでもあんま変わんないんだよね。ああ、近いからね。そう。だから曲げないように打ってても、うん、しょうがないし、うんうん、楽にポンって打ってたって、うん、そのギアの良さが出ないの。そう、だからグリップだって一番振ってソフトに握ったら飛んでっちゃうよ。うん、ああ、そうだね。だから初めてそのしっかり振った時に自分のしっかりしたグリップを自分で体感するわけでしょ、うんうん、その時に滑るのか滑れないのか握りやすいのかっていうのが出てくるわけ。あー、なるほどね、うん、だから変な話、こうポーンって楽に打ったって、うん、どんなグリップさしてたって別に良くても悪くてもそんなに影響ないわ。違いが分かんねえんだ。そう、分かんない。これ7番アイアンでさ、うん、こうやって打ったってさ、うん、ドライバーであれぐらい打ったって距離が変わんないじゃない。あー、そうだね。そう、でもさ、こっちのシャフトの方がさ、めちゃくちゃ高いわけよ。ね。そうだね。そう。だから、ある程度のスピードを超えなかったら、うん、あんまりそのギアの効果っていうのはないの。だから、普段曲げないように曲げないように楽してたら、うん、何使っても一緒やで。うん、7S 使おうが、うん、5R 使おうが、うん、あんまりね、重い、軽いの多少の振りやすさっていうのはあるけど、うん、飛距離とか球筋とかってあんま関係ないよね。あ、うん、だって9度が上がりますね、8度が上がりませんね、10度がすごく上がりますねとかって言ったって、うん、楽にポーンって言ってたって全部同じ高さ飛んできたね、ほとんど。あ、そうなんだ、うん、フルスイングしないと。そう、フルスイングして衝撃だったりスピードだったりロフト角スピン量とかが影響してきて初めて最高到達地点の位置がどうだって変わってくるから、うん、なんか軽くポーンペラーンって曲がんないように打ってたら何で打ったって変わんない。ちょっと質問なんだけど、うん、何割で打ってるところに自分のスペックと合わせるんですか。そうですよね、
自分の8割以上です。8割5分か9割ぐらいがベストよね、うん、それで曲がるんだったら曲がっていいのよ、曲がらせないと、うん、曲げないように打ったらダメだから。意外とそのギアを買いに行って、うん、9割で振れって言われたから、うん、8割9割で振ったら全部右しか行かないって言ったら、うん、ギアよりも右しか行かない自分の、あの、何、お土産が来るじゃない。だからそれでギアが変わるじゃん、また、うんうん。選ぶギアが。そう。だからそういう新たな気づきにもなるから、うん、そういうものでもちゃんと曲げないようにじゃなくて、自分から振りたいスピードで振りに行かなきゃいけない。それがすっごい重要。例えばさ、変な話さ、うん、じゃあ満振りしてさ、うん、ヘッドスピード45でした。うん、でも普段打つときは曲げないように40ちょいちょいで振ってますってなっちゃうとさ、うん、意味がないんだ。意味ないね。だからその満振り度合いにもよるけど、うん、ほら測ったらさ向きになるでしょ。測ったら向きになる。だからフィニッシュ取れるかどうかでね、3秒以上5秒以内、うん、それが試打室でも取れてるスピードだったらその方のスピードなんじゃない多分。だからそれの合うスペックを探した方がいい、うん、まずクソ満振りして限界値を知って、うん、そっからフィニッシュ取れる気持ちいいスイングがどれぐらい落ちてるかを知るっていうのも大事だし、うん、だからフィッティングってそういうところもすごく大事で、今曲げないスイングをしてるのか、うん、あの今さ弾道も出るじゃない。あ、そうなんだ。だからまっすぐ飛んでるか曲がってるかって弾道が出るから、うん、数字だけじゃなくて、そしたらその弾道もこう気にするんだよね、うん、右行った左行ったって。そうだからそういうのもちゃんと想定内というかコースの感じで打って、うん、それが何割かって自分で分かんないとスペック選べ。そうかそうかそうか。そうだよね。何割か自分で分かんなかったら選べないね。そう。例えばじゃあ7割が満振りだと思ってた、うん、って言ったら本当にコース行って満振りしたら7割のあったスペックだったら、うん、満振りした時にちょっと弱く感じたりするじゃない。うん、そうだ、そういうことになっちゃう。あ、逆もそうよね。いつも満振りでヘッドスピード45でした。うんうん、って言ってでもコースは実は6割7割でしたって言ったらハードに感じるじゃない。そうだね、うん、球の上がりも抑えられちゃうじゃない、うん、だからそういうことになっちゃう。そうだから自分が今何割で振ってるかとか、うん、コースでは何割で振るのかっていうのが知らないとダメ、うん、それを知ってからじゃないとギアを選べない、うん、そうだよね、うん、ボールも選べない。変な話グローブもそう、あ、うん、限界に近いスピードで振って、うん、握りやすい、はめやすいとか滑りやすいとか、うん、ってなってくるから楽にポンって振ってたら別にこれでもそうだね全然そうだよね。変な話スパイクもそうよ、うんうん、滑るのか滑んないのか、あ、地面噛むのか。そうだね。そう、そういうのが大事よ。この間もレッスンじゃないけど、うん、レッスン中に違う打席で喋ってる人の話をチラッと聞いたら、うん、初めて歩きのラウンドをしたんだって。おでスパイク新しくしたんだって、うん、普段はカートだから歩かないじゃん、うんうんうん、でもワンラウンド歩いたら、うん、あの足が痛くなって、うん、いいと思って履いたのに、うん、あの足が痛くなってダメだったっていう、うん、それはさいつもカート乗ってラウンドしてて、うんうん、でいきなりワンラウンド歩き始めて、うん、そのスパイクダメだったってスパイクのメーカーの人に言われたって、うん、その会社が言われたって、うん、それはどうか分かんないじゃない。そうだね、ただの運動不足かもしれないし。そうだね、うん。だからそんなのは分からない。うん、だからいつもだから歩くのが一番歩いた歩きのラウンドが限界なんだったら、その限界のラウンドをしてみてからどうかってことじゃない。そうだね。うん、そしたら最初から良くないんだったら別に良くないって買わなかっただろうかな。うん、うん、まあね、履いてみなきゃ分かんないんだろうけども、うん、そう、そういうことってクラブにもあるんで、だから自分の限界値で、うん、出た結果、うん、それはフィニッシュ取れる前提でね、うんうんうん、それで判断することがすごくいいこと。で、それが飛ぶっていうのはやっぱりね、うん、先がやっぱ動きますし、おしなりますし、うん、めちゃくちゃ弾くんだよね、これ。あ、そうなんだ。うん、弾くんだけど、手元がちょっと緩めなのね、うん。だから、粘りも多少ある。すごくね、似てるシャフトがあるの。黒くてね、黒で、この辺に、なんかちょっとホログラムみたいなマークがついてる。キラでしょ、キラ。キラついてる。キラついてる。キラついてる、ね。ついてるやつ。もう言わなくていいんじゃない？言っても、ほら、もらえないから、お金。宣伝しても。うん。うん。G シリーズです。G シリーズ。これは本当おすすめ。あ、そう。似てんだ、やっぱ。似てる。ラウネに。マッチングも最高。そうですか。めっちゃいい。そうです。
違和感がないよね。ドライバー練習場でドライバー打ち始めて、うん、急にアイアン持ち替えて、うん、1球目当たんない人とか、アイアンずっと打ってて急にドライバーに持ち替えてドライバー1球目当たんない人とか、こういうマッチングが、うん、これマジ。あ、そうなんだ。本当いいです。それ新しい。これはあのね、あの赤い方だから、うん、結構前に出てんだけど、今俺青い方も入れてるじゃない。うんうん、ヘアウェイウッドとか、ね、あれは最近なの。あ、そうなの。G19 かな。うん、あれは拾うよ球。あ、そう。ヘアウェイウッド苦手なんだったら俺入れちゃう。あ、そう。だから入れてる。あ、そう。うん。これは G 何なの？これは G33 ってやつ。わ、うん、かりました。これ何が違うか、青と赤で。うん、G33 っていう方がこの赤で、うん、G19 っていうのが青なんですよ。うんうん、で、青は全体的にしなってくれる。うんうん、で、赤は若干先が硬くなってる。うん、だちょっとしっかり感がある。おドライバーを俺叩くし、うん、ガチーンって来たいから、うんうんうん、ドライバーは赤入れてんだけど、うん、ヘアウェイウッドは球拾いたいから、うん、青。うんうんうん、でも全部赤でもいいかなと思うけど、うん、それだったら全部青でもいいかなとも思っちゃうんだよね。でただとにかく流れがいい、うん、アイアンから。あ、そうなんだ。それがねおすすめ。うん、でもね興味なかったらね別にいいんですけど、うん、俺は入れるな、こうやって本当にいいんで。特に最近の大型ヘッドで反発のいいヘッドが多いじゃない、うん、そういうヘッドに合うんじゃないかなって僕は勝手に思ってます。それぐらいまったりするし粘ってくれる。でも弾くんだよね。この矛盾系シャフトがめちゃくちゃいいんです。そうなんだ。そう。ラウネもそうだよね。うん。ちゃんとカーボンっぽく弾いてくれるのに粘る。うん、そう、うん。この矛盾してる感じがすごくいいシャフト。ないものねだりが叶うっていう、うん。また売れちゃうね。ね。いや、いいです。もう。本当に。そうだね。売れてもなんもないからね、俺たちで。なんもないし、世の中にシャフトがなくなっちゃうから。そうだね。そう。あんまりそういうの良くないんで。良くないね。うん、程よく、うん、ね。だから全然買わなくていいですよ。ただいいものはいいって言ってるだけなんで、ね、全然買う必要ないです。そうだね、はい、はい。加藤さんも別に売る気ないからね。あ、そうなんだ。うん、本当に文句の電話来るから最近。多いって。うん。この間もなんか、うん、閉店間際っていうか、うん、あそこ閉店ないんだけど、閉店間際とか夜来て、うんうん、ドア開けた瞬間に、うん、ワンナップゴルフ見てきましたって。もうその方のレッスン終わったらすぐ電話かかってきた。10時半か11時頃、お前さって言われて、ありがとうございますって言われた。でもすごい青森から。え？宅急便でバッグ送って、うん、でその方し、まあ、新幹線かなんかで来て、うん、すごいよね。なんかあれなのかな、ワンナップ見ましたって言ったらなんかもらえるのかな。本当だよね。アドマチを見たっつったらさ。そうだね。そう。そう。ワンナップ見たって言ったら、うん、なんか ね, ね、やってもらわないとね。そうね。なんか。加藤さん、工藤さん、なんか考えてみます。連絡せって言われると、勝手にこういうこと言っちゃうからね。そう。そうなんです。そう。でも本当にいろいろ利用させてもらって、いつも加藤さん、工藤さん、ありがとうございます。本当に。でも本当いいっすよね、うん、データも良かったの。あ、そうなんだ。あ、だからもう即だから黒いシャフトと一緒で、うん、最初データより先に自分が打ったから出た数字しか知らないわけ、うんうん、ですごくいいから即、うん、あ、うん、もう本当そこだけでいいって感じなんで、ちょっとギアをこう買い替えるとかショップにシダとかボールはコースでシダしたりすると思うんですけど、そういう場合はこうやっぱりこう限界値に近いスピードで打っていただいて、スペックを知る。で、自分の出た球とか感じるもので、そのクラブを知るってことが大事なんで、こうだからこうっていうふうに最初決めてかかんない方があまりいいかなと思います。うん、なんで、まず打った結果が全てなんで、その意識を持ってちょっとギアのチェンジしてみてください。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、です、先行予約、
あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。